どうもお世話になります。今ですね、クエストをどんどんねクリアをしていっています。ちょっと溜まってしまったんでね、この炎のクルビに行ってみましょうか。炎の領海のアペカ村村長、ネオロ村長さんが呼んでいるということなので、炎の領海アペカ村行ってみたいと思います。こうぶつかるな、これ上ぶつかるよな、これあ、いけるな。アペカ村あるかな、ないか。一旦イザナイの間に行きたいと思います。で、ここから炎の領海あんのかな。炎の領海、あ、あったあった。炎の領海のこの旅の扉みたいなところからアペカ村行けるね、行きたいと思います。クエストがな、たまりにたまった。もうちょっとね、領海のストーリーを進めてましたんでね、クエストはほとんど無視で行きました。アペカ村到着しましたね。で、ここで、村長さんが呼んでるので2つあるね、これ。まず村長さん行こうか。村長の家に行きたいと思います。こっちかな。先に村長の家に行きます。いやー、でもこの炎の領海ってめっちゃ熱そうなんやけどね。エーゴンもクエストあるみたいだけど、先に村長さん行きますのでね。着きました。誰、どこ、村長、どこ、村長、どこ行った村長。村長こんにちは。王ギダと共に成長を元の姿に戻してくださったベゼルさん、どうもお世話になりました。何、ところでエジアルナより来た商人から氷の領海という新たな大地への道が開かれたと聞きましてな。はあ、ね、氷というのは水より冷たきものらしいですな。そう、うん、我々はこのような場所に住んでおりますから、そんなものを目にしたことがない。まあそらそうだな、氷を手に入れたいと。なるほど、無理をご承知でお願いしますと。氷を取ってきてほしいってことね。行きましょう。ああ、まあまあそうやね、それそうやね。ここ炎の領海から氷溶けちゃうよな。よし、じゃあ氷の領海に行きましょう。じゃあ氷の領海の村だな、村に行きたいと思います。またいざないね、いざないの間にアペカ村からいざないの村へまた移動します。そして来ましたよ、氷の領海。どこかな、向こうか、こっちやね。氷の領海、あ、イーサ村ね。イーサの村の前に、飛びたいと思います。待ってくださいよ。とこしえの表現来ました。よし、ではここで誰かに聞けばいいんだな。おったよ、この子。
ここも氷は寒いよな。どこ？あ、この人？あ、この人。そういえば言っとったね、氷のことは自分に何でも聞いてくれと言っとったね。炎の了解ってとこに氷を持ち帰りたいのかい？わお。炎の了解ってとこは地面が燃えてるんだべな。そんなとこに氷を持っていったら一瞬で溶けてしまうっしょ。いや、一つだけ手があるべ。とこしえの表現の首長大師。首長大師の毛皮か。とこしえの表現の首長大師ね。敵を倒すってことね。よし、じゃあ最初に行きましょうか。首長大師ってどんなやつなんかな。ちょっと想像つかんな。戦ったことあるんかな、ひょっとして。行きましょうか。首長大師どこかな。あれ、あんなとこにおるわ。こっちやわ。あのまん丸のあたりにおるってことやね。じゃあちょっと行きましょうか。ここは寒そうやね、ほんとね。こんなところやったら何も食べもんねえよな。こう冷たい寒いところは大変ですよ、これ食べ物。ロシアがそうでしょ。ロシアクソ寒いらしいですね。ボルシチでも食っとったらいいんじゃないのこれ。ん？どこだ？あ、こっちね。じゃあ行きますよ。近づいとる？近づいてますね。ちょっとドロセリンを使ってチャージします。どこにあるのかな？こっちかな？こっちから登っていくのかな？この、なんか得体の知らない骨みたいなやつ。なんかの背骨やね、これね。背骨なのか、尻尾なのか、何なのかね。これ明らかにこう骨でしょ？これはね。背骨に見えたりするんだけどね。ここじゃないのかな。あいつか。なんか大使って顔しとるもんな。降りれへん。首長って言ってたもんね。降りれへんやんけ。イエーイ。こいつ、あれ、ほら出てきた。え、つららスライムと首長大使、これね。行きましょう。なんかすごいの来たよ。あんまりついた早いな。やっぱりパーティーがあるとね、まあいいわね。標準の毛皮、これね、取りました。氷の結晶、あ、持っていこう。じゃあ上に戻りたいと思います。じゃあ、イーサの村に戻ります。こっちかな？早かったね。この調子でね、バーマーちょっとクエストを攻略して、そして経験値を貯めて、バトルマスターをね、
ちょっと成長させたいなと思ってます。賢者もねかなり使えるんですよ。あのゼロのね衝撃やったかな、あちゃうわ、ゼロの衝撃ね、あら来た、ゼロの衝撃がねすごい使えるんですよね。あれはいいですよ。ちょっとドアステラした、あい、凍てつく波動か、凍てつく波動の見たやつでしょ、ステータスをね全部元に戻すやつ。結構あれで助けられたもんな、賢者のね。賢者を入れて、賢者を入れるか僧侶を入れるかね、まあ、どっちかなんでしょうけど、今でもこのパーティー気に入ってるんですよ。バトルマスター2人と僧侶と自分の賢者ね、これはちょっとバランスがいいなってね思ってましてね、まあ、攻撃特化型やったらバトルマスターとかね3人とかでいいのかもしれませんけどね。来ましたよ。おうおう、鳥獣の毛皮を手に入れたのかい、なかなかやるべな。マジで。ルーラストーリーの旅の扉を使うとデリケートな氷ちゃんはなくなってしまうべ。はい、え、マジで？ほんま炎のクールビンやな。これ何分とかないのかな？え、マジでこれ。マジで言ってんのか。どっちや、こっちか。これはなかなかヘビーよ。そうか、ちょっとこれはあの炎の了解も正当ね塔をクリアしましたけど、あっことからずーっと辿っていくわけでしょ。こ、え、そうやんね。そうなるわね。いやー、これはなかなかだよ。なかなかだもんよ。まあ、届けてやらねばな。届けてやりますよ。何分くらい持つんやろうか、この氷はね。とにかくダッシュやな、ダッシュダッシュ。いや、分かってるよ、怪我分かってますよ、少しずつ溶けてますよ、そりゃ分かってますよ、そりゃね、よく理解してるんですよ。これブースト使った方がいいんかな、なるべくね敵と
接触しない方がいいんじゃないかなと思って、まあ、こうやってますけども、いや落ちた、落ちた、もう こうやってブースを作って落ちたらちょっとやばいね。よっしゃ、スキップします。ほら来ましたよ、ここですよ、ここよ。でこっからエジャルナに行って、これ研ぎ方ヘビーなんじゃないかな、ちゃうんかな、大丈夫なんかな。まあなんとか行かないとね。ルーラーストーンも ワープ系だから要するに使えないってことでしょこれ。おお、これ道覚えてるかな、こっち立ってる、から、あーもう鬼コンボみたいなやつおるやん、もう。いやーちょっと危ない危ない、よし、ちょっと短縮できたか、ちょっとは短縮できたっぽくね。半分ほど解きました、マジか、もう結構早ないか。ここで半分って早ない？これいけんのかな、大丈夫か、これ。あの、行かなあかんからね、これイベントをクリアするためには。あっこや、あっこですよ。やっと着きましたよ。やっとエジャルナに着きましたよ。着きました。あ、そうか、ここ歩きなんだ。いやー、ちょっと焦るわ、これめっちゃ焦へん、これめっちゃ焦るでしょ。でも半分溶けてるからね。いやー、ちょっと間に合ってほしいな。ちょっと2回は嫌よ、これ。2回は。勘弁してほしいよ。ケムマキさん。忍者ハットリくん。
やっとアペカ村のフィールドに来ました。ダッシュやこんなの。マジでこれ間に合うのこれほとんど溶けましたって。ちょっと間に合って。大丈夫かな。もうちょっとなんやけどね。もうちょっとで着くねんけど。村に着きました。動画近い。こっちが近いか。やっぱ氷の了解であれかな、ブーストやっぱ使わなあかんかな。なんとか持ってください。めっちゃねこれせかされんね。本当にすごいせかされる。あ、間に合った、よかったいやーよかった。ちょっと何その息子の話。太っちょで不器用、レゾロのような武勇も、ギダのような才能も何一つ持たぬ不出来な息子。はい、それで最後は戦士として散っていきました。そうか、まあ備えて開けて行ってきて早く。もうほとんど溶けてるからね、これ時も。あ、そう。いやでもよかったね、息子に氷をあげたいっていう親の気持ち。私はよくわからんが。いやーでもこれよかった。これはギリギリやったね。うん、いやーよかった。ちょっと冷や汗かいたよ。変な汗かいたね。まあまあまあね、クリアすることができましてよかったです。経験値はねまだコンシェルジュに預けています。まあ、何しかねもうギリセーフな、まあ、炎、本当に炎のクール瓶でしたよ。いやまあ以上でクリアしましたね。ちょっとホッとしました。チャンネル登録とかね、ぜひお願いしたく思います。励みになりますのでね、コメントもよかったらしてください。どうもありがとうございました。